おはようございます。チェルチェルです。運転姿勢によって場合によっては道路交通法違反になる可能性があるってことをご存知でしょうか？特に今ではあまり見かけなくなってきた寝かせたシートに座り伸びきった片手でハンドルを握る俗に言われるヤンキー運転を指しているようです。このような運転姿勢はもしかすると違反に当たる可能性があるっていうことです。ヤンキー運転が違反に該当する根拠は道路交通法に定められているからです。道路交通法第70条には車両の運転者は該当車両等のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ道路、交通及び車両の状況に応じ、他人に危害を及ばさないような速度と方法で運転しなければならないとされています。安全運転の義務を明記している第70条に違反する可能性があるということです。とはいえ、あくまでこの解釈については警察官個人に委ねられるようですが、可能性は十分にあります。運転をする上で正しい姿勢はとても大切であり、疲労感も軽減してくれますが、癖がついてしまいますとついつい慣れた体勢で運転しがちです。正しい姿勢を身につける手っ取り早い方法の一つにレカロシートという選択肢もあります。レカロシートなどは運転の疲労軽減、腰痛緩和にも効果がありますので、正しい運転姿勢に興味がある方は一度レカロシートを試してみてください。で、現在愛車ミーの現状を見ていますが、夜中に少し雨が降りましたので少しボディが濡れていますが、汚れは結構蓄積しています。まあこの時期は花粉の影響などもありますのでしょうがないですよね。さて本日は新しい洗車アイテムを購入しましたので、そちらを開封儀式を行いつつ商品を見ていき、商品を実際に使ってみての感想を紹介していこうかなと思っていますので、本日もよろしくお願いいたします。で、こちらが今回 Amazon で購入したケルヒャーです。今回購入したタイプはケルヒャー史上最小コンパクトな軽ミニタイプです。こちらですね。パッケージに使われている車はよく見ますとミニっていうことに気づいてきますね。では早速開封していきます。こちらケルヒャーのスマート収納タイプとなっております。 K ミニですね。まあ箱を見ても最小サイズっていうことがよくわかりますが、箱の中にはとりあえず取説が入っております。こちらですね。以前からこちらの K ミニは気になっていましたが、ようやく購入ができました。もともとケルヒャーは1台持っているんですが、10年以上前に購入したもので、重たく準備が面倒で使いにくいという側面がありましたので、たまに使うぐらいっていう状態でした。ケルヒャーなどの高圧洗浄機はどのタイプも洗浄という意味では優れてはいますが、いかんせん準備と後始末が面倒というデメリットがどのタイプにもありますので、このケルヒャー史上最小コンパクトタイプなら、そのデメリットを解消でき快適に使えるのではないかなと考え、今回購入してみました。で、こちらが本体となっております。やっぱり小さいですね。この K ミニの外寸は 280×233×295 となっていますので、やっぱり最小タイプということがよくわかりますが、コンパクトな割にパワーもあって水量が最大330となっております。このサイズで今持っているケルヒャーとパワー的にはほとんど変わりはありません。価格の方もそんなに高価なものではなく、1万2000円ぐらいで購入ができます。まだ使っていませんので何とも言えませんが、この最小サイズで機能的に使うことができ、かつ準備と後始末が楽にできたのなら、もう最強っていうことですよね。左がもともと使っていたケルヒャーですが、こうやって比べますと全然サイズ感が違うということがよくわかると思います。そしてこちらがもともとついているガンですが、やっぱりこうやって比べると K ミニとのガンのサイズも全く違いますよね。そして重量も全く違います。 K ミニについているガンはとても小さく軽量ですので、これも結構使いやすいのではないかなと思っております。K ミニの最大の特徴はこのプレミアムフレックスホースがついているということです。
従来の高圧洗浄機あるあるの、あの硬く重く取り回しが大変なホースではなく、それらのデメリットを全て解消するためのプレミアムホースが標準でついているってことです。で、とりあえず、この K ミニの洗浄能力を見るために現在、ブロックの方を洗浄していますが、こんな感じですね。やっぱりパワフルですね。以前に使っていたものと比べてもほとんどパワーの差はありません。やっぱりパワフルです。正直ボディが小さくなっていますので、ちょっとはパワーが落ちているのかなと思っていましたが、想像以上にパワフルで結構使えそうですね。そして何よりやっぱりこの K ミニ専用のこのガンがやっぱり小さくって軽くって使いやすいです。あとこれはやっぱり先ほどもホースの話を行いましたが、このプレミアムフレックスホースがやっぱり取り回しっていう面では一番使いやすいですね。では早速本題の洗車にも使いやすいのかを見ていきます。現在 K ミニ初体験で使用していますが、やっぱりこの K ミニ専用のコンパクトなガンはいいですね。ショートタイプのガンとまではいきませんが、軽く取り回しが非常によく、片手でも十分に操作できる設計となっていることがよくわかります。以前のタイプのガンは洗車という意味では無駄に大きく取り回しが良くなく使いにくかったっていう側面がありましたが、この K ミニのガンは純正のガンでも十分に使えそうですね。この K ミニは女性でも片手で持てる設計となっており、本体重量は約4キロとなっています。軽いと準備や後片付けの際にもありがたいですよね。で、現在グリルなどの細かい部分も高圧で行っていますが、やっぱりパワーがありますので結構使いやすいですね。そして何より取り回しが便利です。この取り回しの良さはコンパクトなガンだけの理由ではなく、プレミアムホースの利点もやっぱり効いているということです。ホースが柔らかで絡みづらく、従来のホースと比べても非常に軽いホースとなっていますので、ガンの取り回しの良さをさらに後押ししてくれています。特にこういったタイヤハウス周辺の流しの時には取り回しが良いと本当に使いやすさを感じるところです。結構昔のタイプの大きいガンですと、こういったところの流しの際には取り回しが悪く水が跳ね返ってくるってことがたまにありましたが、この K ミニですとそういったことは一切なく快適に使えます。で、ちゃちゃっと K ミニを使っての流しができましたが、ここまで実際に使ってきた感想は、ガンが非常に軽いので腕の負担もなく、小回りが効きやすく、狙ったところに高圧がいくっていう感じが強くありました。はっきり言ってこのプレミアムホース最高ですね。高圧洗浄機を使ったことが一度でもある方だとすぐにわかると思いますが、このホースの軽さはすごいです。軽さだけでなく柔軟性も備えていますので、とにかく使いやすいですね。ただ一つ残念な点がありまして、このプレミアムホースの長さが5メートルということです。電源の位置や水道の位置などによっては、なんとか5メートルでもギリギリ足りるケースもあるかなと思いますが、実際私のミニの車両の大きさと水道の位置、電源の位置からですと、なんとか車1台分は洗車はできなくはないですが、やっぱりもう少しホースの長さが欲しいというのが正直なところですね。別売りで10メートルタイプのプレミアムホースも売っていますが、10メートルホースですと K ミニ最大の特徴でもあるコンパクトに収納ということができなくなってくるという懸念がありますので、どうしようかなと思っているところですね。私自身が高圧洗浄機に求めるものは使いやすさが一番です。とにかく準備と後始末が楽なものが欲しいので、今回 K ミニを選びましたので、コンパクトに収納ができなくなっては何の意味もないので難しいところですね。シリコン洗車の場合ですとそれほど強力なパワーは必要ないので、とにかく日々の使いやすさがとても重要な要素となりますので、10メートルホースを購入しての利便性を取るか、それともコンパクト収納という利便性を取るか、これから悩み続けます。まあプレミアムホースが別売りで1万円ぐらいするっていうのもどうなんでしょうかね。ちょっといくらなんでも価格が高すぎです。まあこの高い別売りのホースは高いだけあり、ケルヒャーが持つ特許でもありますので、それだけの価値があるのかなと思っているところでもあります。
まあこの別売ホースを購入するのかそれともしないのかについては結論が出次第また報告していきます。で、そうこうしているうちに初体験の軽ミニを使った水洗車もできてきましたので、ここからは水分を拭き上げていきます。冒頭で確認したミニは結構汚れが蓄積していましたが、高圧があるとやっぱり洗車ははかどりますよね。花粉や黄砂がやばいこの時期にはケルヒアがあるとより安全に洗車ができるものです。シリコン洗車の場合、ケルヒアなどの高圧洗浄機が本当に必要なのかっていう疑問を持っている方もいるかもしれませんが、私も正直まだ結論が出ていないというところもあります。シリコン洗車のメンテナンス洗車は基本シャワーや噴霧器などを使った流水で洗車するのが基本です。シャワーの流水のみを使っての水洗車のみで十分にきれいになりますが、ここ最近の温暖化の影響なのかどうかは知りませんが、最近の排気ガス、黄砂、花粉などははっきり言ってやばいレベルだと感じています。今年は特に花粉や黄砂の観測が例年より早く、なんか年々早くなってきているように思いますが、そういった環境の変化などにも対応していくためにも、高圧洗浄機はシリコン洗車でも必要になってきているとも感じているところです。ただその反面、あまりに圧力が強すぎるのもかえってシリコンの減衰を同時に招くとも感じていますので、私の理想としては、ケルヒアの圧力を少し拡散できるように、通常のケルヒアですと一点に圧力が集中しがちなため、それを逃がすために水流の角度を広げるように改造していこうかなとも考えているところです。私の理想としては海外のディテーラーがよく使っているような感じの40度角の高圧ガンに改造できたら良いのではないかなと考えているところです。圧力とシリコン洗車という意味では、私の考えではこの軽ミニの圧力が一番シリコン洗車には合っていると思っているところですね。他のケルヒアのシリーズのタイプの圧力では強すぎると思っているところです。まあどうしてもケルヒアの圧力は噴射の角度が狭い設計になっていますので、ノーマルのままの角度で使っている方はその点も十分に注意してください。一点に圧力が集中する純正ガンのままで使いますと、私個人はシリコンの減衰をもたらすのではないかなと疑念を持っている方です。今日はケルヒア K ミニを購入して初めて使ってみたということで、ここまで行ってきていますので、私が理想とする高圧洗浄機シリコン洗車にとってのものですが、今後シリコン洗車用にこの K ミニを改造していく予定ですので、今後もよろしくお願いいたします。で、最後に愛車ミニの現状の撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。バチバチ撥水で水玉がコロコロになっています。今日はただ軽ミニを使って水洗車を行っただけですが、やっぱりシリコン安定ともなりますと撥水の実力はすごいですね。で、次はこのケルヒア史上最小の軽ミニは本当にコンパクト収納ができるのかっていうところも実際にやってみます。ケルヒアは出したりしまったりが簡単にできてさえくれれば本当に助かるんで、コンパクト収納に期待です。この K ミニの電源コードは本体下部に巻き付けるタイプで、意外に簡単に巻き付けができてきます。まあ本体が軽量ですので巻き付けは結構楽ですね。今まで使っていた10年以上前のモデルのケルヒアはクイックコネクトがなかったので、各種ホースやケーブルを外すのも本当に大変でしたが、最終的には外さずに収納していましたが、この K ミニになってからはクイックコネクトシステムが搭載されていますので、ホースを外したりガンからケーブルを外すのも本当に簡単になってきています。で、この K ミニは背面に収納ボックスをつけて、このようにつけまして、そのボックス内にホースやガンなどをばらして周辺機器を収納するタイプとなっております。ですので、ちゃちゃっとやっていきますね。こんな感じで分解して収納していくみたいですね。まあ、このボックス内に延長ホースが入るのかっていうところも正直ありますので、まずは5メートルホースを入れて様子を見てみます。こんな感じですね。結構パツパツですので、ちょっと10メートルは入れないかなって感じがしますが、この通り5メートルですとすっきり収納できます。で、こちらは冒頭で洗浄したブロックが乾いた時の映像となっております。
で、ケルフや軽ミニを初おろしし、愛車を洗車してきましたが、洗車もできましたので、最終仕上がりを見ていきます。今日はケルフや K ミニを購入し、とりあえず使ってみたっていう感じでここまでお届けしてきました。こんな感じで私のチャンネルではシリコン洗車関係の動画を主にアップしております。今日の動画は役に立ったもしくはためになったって方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。